はい、どうも、皆さん、こんにちは、アヌチェス。ということで、本日はですね、ドーマの性要素ランキングやっていきたいなと思うんですけども、まあ、こんな感じで以前にやってるんですよね。だけど、まあ、結構意見変わったというか、この動画2年前なんで、やっぱり変わってきますよね、性要素っていうのは。ということで、もう最新版、最終版ということで、ドーマの性要素は絶対この人来るよっていうのをね、今回予想したいなと思っております。ということで、皆さん、ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、もう早速、やっていきましょう。はい、ということですね。まあ、今回ですね、ドーマの性要素ランキング作るにあたってね、まあ、結構迷ったというか、ランク外っていうのを作ってみたんですけども、こんな感じですね。まあ、ランク外だけどめちゃくちゃ迷った声優さんたちだよということで、まあ、野島健二さん、石川海人さん、斉藤聡馬さんなんかね、挙げられるんですけども、いや、僕ですね、今回めちゃくちゃ迷いまして、まあ、この辺なんかが候補に入っていたんですけども、ランク外になってしまいましたよということで、まあ、視聴者さんの意見とかでは結構あった方たちなんですけども、いやー、むずかったね。むずかったんだけど、この3人はね、まあ、ちょっとランク外かなと。まあ、可能性はあるんだけどね。ランク外かなとなりました。いや、石川海人さんなんかね、前回の声優予想では入ってましたからね。いや、どんだけ意見変わったんだっていうね。まあ、2年間経つとやっぱ変わりますよね。いや、斉藤聡馬さんとかもめっちゃ迷ったよ、俺。5位の人とめっちゃ迷いました。ということで、第5位からね、早速発表していきたいなと思います。ということで、第5位は、この方です。あんな闘志むき出しのピッチャーが、全国にはいっぱいいるんだよな。小野賢章さんです。いやーもうジョジョ第5部のジョルノ・ジョバーナだったりとか、進撃の巨人のね、今大活躍中のフロックなんかをね、演じられてるあの方ですよ。あの小野賢章さんですよ。あの花澤香菜さんのあの小野賢章さんですよ。いや、めちゃくちゃあるよ。これめちゃくちゃある。っていうか、鬼滅の刃になんで来てないの？俺びっくりしたからね、調べたからね。鬼滅の刃来てるよね？来てないの？いやー、ありそうだよね。ただですね、まあ、第5位ということで、まあ、その理由があるんですけども、あのですね、小野賢章さんはイケメン系のキャラ結構いけちゃうんですけども、サイコパス系はあんまりないよねっていうことで、まあドーマってやっぱりサイコパス系なんで、まあその辺がどうかなと思ってますね。まあただ進撃の巨人のフロックなんか見てるとね、まあ演技は素晴らしいなと思ってるんで、まあちょっと小野賢章さんの演じるドーマなんかも見てみたいなと僕は思ってます。まあ演技力のある声優さんなんでね、まあ結構普通にあるかなとは思ってますね。というか、むしろ演じてくれたら面白いなと思ってますね。はい、ということで第4位いきましょう。第4位はこの方です。家族は殺さないよ、家族はね。松本雅也さんです。はい、ということでね、まあ、ハンターハンターのね、まあ、イルミゾルディックだったりとか、まあ、サイキクソの災難のね、まあ、サイコメトリなんかを演じられてるあの方ですよ。で、まあ、僕今回決め手なんですけども、ハンターハンターのイルミ。いや、これめちゃくちゃいいキャラだね。サイコパス感とイケメン感、あの二つを混ぜた感じっていうのがドーマなんですよ。で、やっぱ上から目線っていうのもそうですし、まあ、地声っていうのが非常にね、面白いというか、まあ、いいなって思ったんで、いや、僕は松本さんあるかなと思いますよ。普通にあるかなと思います。で、個人的には結構好きな部類のね、まあドーマだよということでね。いや、いいなと思ってますね。皆さんはどう思いますでしょうか。ということでね、まあ第3位行きましょう。第3位はこの方です。今度は泣いちゃうかな。現実と理想のすり合わせができていないバカなガキは。島崎信長さんです。いやーもうさ、これドーマじゃん。いや、呪術回戦の真人だったりとか、まあ、ハンマバキのね、バキなんかを演じられているあの方ですよ。もうあの有名な島崎信長さんですよ。あのツイッターフォロワーが100万人いるあの方ですよ。いや、もう本当にさ、ドーマなんよ。もう単純にドーマだよね。なんか呪術回戦の真人っていうキャラクターがね、まあ、めちゃくちゃサイコパス感あって、イケメン感もあって、すごくなんかドーマ感あるんですよね。で、やっぱその演技見た時に入れざるを得ないよねということで、まあ、島崎信長さんのまあ、サイコパスな演技にはすごく光るものを感じましたね。はい。いや、僕はこの方のドーマ見てみたいですね。普通に単純に大好きな感じになりそうですね。ということで、第2位行きましょう。第2位はこの方です。僕なんかのためにわざわざどうもありがとうさん。ゆさ浩二さんです。
はい、あのブリーチの10銀とかね、あの弱虫ペダルの御堂筋明なんかを演じられているあの方ですよ。でまあこの方はですね、京都出身の方なんで、まあ訛りのある演技っていうのがねできる方なんですけども、いや非常にそこに僕は感じましたというか、光るものを感じましたね。いやどうもさ、そういえばさ、訛りのある感じじゃなかった。うん、あのさちょっと独特感というか、あれ訛りのあるセリフっぽいよね。でなんかこの上から目線のボイスというか演技というかサイコパス感めちゃくちゃ良くない？もう本当に僕は遊佐浩二さんのドーマ見たいなと思いましたね。でなんか赤座がね結構なまってる感じというか、俺は赤座みたいな感じだったんで、なんかドーマもこういう感じでなまってる演技なのかなと思ってますね。ドーマと遊佐さんの相性は結構良さそうだなと僕は思ってますね。めちゃくちゃこの方のドーマ見たいですね。はい、ということで第1行きましょう。第1話この方です。はぁ、急に押しかけてくるとはどういうつもりだ。俺たちの島を勝手に荒らされるわけにはいかねえんだ。宮野守さんです。いやーもう変わってません変わってません。あのデスノートの矢神ライトだったりとか、永遠の消防隊のシンモンベニマルなんかを演じられてるあの方なんですけども、いやもうドーマと言ったら宮野守さん、変わってません。僕の意見変わってません。すいません。いや、2年前からこの方の意見変わってないってすっごいおもろいんですけど、いや、でもドーマなんよ。もう宮野守さんはドーマなんよ。お前ドーマになれ。宮野守さんはドーマないよ。もう、これはもう仕方ない。いや、これさ、普通にさ、オーディション受けてたらさ、ドーマ、宮野守さんになるでしょ。このイケメン感とサイコパス合わさった感じ。いや、もう宮野守さんのまんまなんよ。まんまの性格というか、まんまの演技なんよ。素なのよ。だからいいんですよ。だからさ、これさ、宮野守さんじゃないですか？うん、変なことしない限りね。で、最近ね、よく見るのがアマプラの CM ということで、こんな感じの CM あったんですけど、ここで鬼滅の刃宣伝してるんですよ。アニメを見るならプライムビデオってやつね。アニメを見るならプライムビデオ。鬼滅の刃も。鬼滅の刃出てるやん。もうこれ伏線ですか？これ匂わせですか？うん。いやもうこの CM めっちゃ見るしね。それでね、なんかこの CM が普通に伏線というか匂わせに感じてきてしまって、なんかもう宮野守さん外せなくなっちゃったわ。なんかランキングから外せなくなりました。これ皆さんどう思います？やっぱ最終的には宮野守さんにたどり着きますよね。いやどう考えても最終的にはやっぱり宮野守さんじゃんってなるんですよ。100週考えて宮野守さんになったんで、先週考えても宮野守さんにしかならないっす。なんでもう第1位はこの方です。はい、すいません、もう変わらないっすということで宮野守さんかなと僕は思ってます。すいませんでした。はい、ということで第1位から第5位まではこんな感じとなりました。はい、こんな感じです。皆さんの意見もちょっとコメント欄の方によろしくお願いします。結構ねみんなの意見気になってるんでお願いします。ということで皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。うっばい。いやーこのランキング当たるといいですね